はいどうも皆さんこんばんは。はいこんばんは。こんばんは。12月6日火曜日、本日は気候な中店から生放送です。気候なからが食べまくり。はい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 、ということで今週もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。先週に引き続いて2週連続のね、はい、放送ですけれども、はい、今日は前回ぐらいにやった、はい、シアルから峠の上のリベンジと、はい、リベンジです、リベンジです。今日は何としても大当たりを当てますよ。当てないということでね、放送をお送りしていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。あっちゃん中店の皆さんこんばんは。はい、こんばんは。今日無事に開始できるかなとか、昨日ねちょっと開始時間が遅れてしまって、はい、申し訳ございません。はい、峠リベンジ頑張ってね。はい、頑張ります。俺の話最高。イエイイエイ。さすがにマシマシ店長は前回食べ過ぎて出なかったかってことで、そうなんですよ、ね、今日は休みです。はい、皆さんずる休みですか今日は。あ、違います。今日はあのお店が天休日と、そうなんですよ、いうことになって、はい、お店がお休みで明日、はい、リニューアルのフレッシュフレッシュオープンということで、はい、告知の方をお願いします。はい、はい、じゃあ、これからはい、明日ですね、12月7日水曜日、はい、リフレッシュオープンでバジリスク3入りまして、はい、スロットが大幅変更、はい、店内装飾も大改造ということで、はいはい、ぜひぜひお近くの方は明日8時半から入場整理ございますので、はい、9時オープン、はい、はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、バジ3 5台ですよ。はい、5台です。はい、5台5台。はい、じゃあ続きまして、はい、はい、明後日ですね、はい、はい、12月8日木曜日、はい、はい、今いませんがマシマシ店長のブログ更新、はい、はい、はい、ということになります。こちらも同じく8時半入場整理になりますので、はい、お時間を間違いなくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、さらにさらに今日は盛りだくさんです。はい、はい、もう週末まで行っちゃう、週末まで。はい、週末ですね。はい、はい、12月10日土曜日、はい、はい、あの皆さんご存知のマジか、はい、はい、こちら雑誌取材ございますので、はい、週末お時間ある方はぜひぜひ気候な中店にご来店いただければと思います。はい、こちらの取材ね、はい、こちらも8時半から入場整理を行いますので、はい、はい、ということで、ね、もうあの7日8日10日と、はい、8時半から入場整理ありますんで、はい、ぜひともその時間にね皆さん遊びに来ていただければいいかなと、はい、ぜひぜひ思いますね。お願いします。はい、お願いします。コテピ、今日の T シャツは何ですか。はい、今日はこれですね、前回の前々回ですかね、ん、うん、AKB 大運動会の HKT の T シャツです。なるほど、はい、大運動会 T シャツ、はい、大運動会 T シャツ、さすがにいっぱい持ってるな、はい、税込み3100円。はい、ありがとうございます。さすがファンだね、はい、あれ、ルフィは今日休みですね。ルフィ休みですね。あらい、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 オーベックスヒューマン。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。はい、こんばんは。おい、コテピ、ハゲ取りやないかい。あれ、そうっすか。今はこてつさんに捨てられたリホですということで、あ、リホちゃんお久しぶり。天気予備の中放送お疲れ様です。はい、お疲れ様です。初めて中店で、中店をニコ生で見れましたと。ありがとうございます。ありがとうございます。見ててください。はい、ということで、はい、今日は当たらないかもしれないので、はい、早速遊戯の方にね、はい、行っていきたいと思います。はい、皆さん当たるまでよろしくお願いします。お願いします。イエイイエイ。お客様に支えられて、おかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるよう、これからもずっと歩み続けてまいります。町の明かり、心の明かり、キコーナ。はい、ということで今日はシアルガロ桃源の笛でございます。はい、これ大逆ですね、名前ね。はい、じゃあスペック説明コテピお願いします。はい、こちらはですね、スペックがですね、大当たり確率 99.9分の1なんですが、はい、はい、ラッシュ突入率が、5分の1ですので、はい、まあ実質499に近いのかな。まあ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 、あの確認に入る確率はね、そうです、ね、そうです、それぐらいになっちゃうかなという感じですけども、まあまあ2人で打ってますし。そうです、そうです。前回放送した時はあの一度もね当たり見せられなかった、確認ね。そうです、え、
小あたりはね。そうですね、はい、あ、そうそう、ルール説明してないと。ああ、そうです、ね、あ、それ大事ですよ、はい、ちょっと今やりますね。はい、ということで本日の、今日なかなか食べまくり品へんへん、ごめんなさい、はい、本日のお品書きはロシアンシュークリームでございます。はい、シアルガロガイね、桃源の笛を打っての、実践となります。はい、対戦ルールは100回転ハマった場合に、シュークリームを1個食べてもらいます。はい、大当たり1回につき小当たりでも1個食べてもらいます。はい、そして確認に入りましたらタイムストック、はい、100秒未満上乗せた場合は1個、はい、100秒以上上乗せた場合には2個、はい、食べてもらいます。そして私は、はい、コメント500で1個、はい、1000で2個、はい、500人で1個、1000人で2個と、はい、いう感じになっておりますので、はい、当たらなければ当たらないほどですね、私の食べる確率が上がっていくので、なんとしても早くね、はい、今日はね当ててもらわないとですね、そうですね、はい、視聴者数もコメント数もね、放送時間が伸びれば伸びるほど増えていきますんでね。そうですね、はい、ちょっと頑張って当ててくださいよ、はい、頼みますよ。あれ、ちなみにあつるかさん、1500超えたらどうなるんですか、コメントが。1500回たら、超えたら僕帰ります。帰ります、帰ります。僕はもう3個とかも耐えれないんで帰ります。はい、今日は当てちゃうから当てちゃう、ちょっと頑張ってくださいね。はい、あっちゃんよ、そろどうもこんばんは、こんばんは、おい、あ、これ読んでね、とうとう中店潰れたらこんな時間に営業してないとやってますから、やってますよ、大丈夫、はい、大丈夫、今日はお休みでございます。はい、ちょっとマシマシ呼んできて、ちょっと呼べないですね、いないんでね、はい、悲しい悲しい、コテッピーの大ファンなので生で見れて嬉しいです。ありがとうございます。すごいね、いや、すごい嬉しいですね、ね、会いに来てください、ぜひ今度ね。はい、3人はもう、晩ご飯食べましたか。遅めのお昼ご飯を、そうですね、はい、4時5時ぐらい食べた感じ。今日は何ですか。今日はあのセブンイレブンのカルビクッパでした。ああ、美味しい、あれ美味しいですよね。美味しい美味しい美味しい。ちなみに僕も、今日セブンイレブンで、はい、無性にハンバーガーが食べたくてですね。はいはいはい、なんかセブンイレブンのなんか濃厚チーズハンバーグみたいなやつが、ありますね、あれが美味しいっていう噂を聞きつけてですね、はい、今日はそれを食べたら普通に美味しかったんで、ぜひ皆さんも食べてみてください。はい、あの320円ぐらいのやつですね。そうそうそう、ちょっと値段は高いですけど。結構値段ありますよね、なかなか美味しかったですよ。こんばんは、開始早い、今日は、7時から放送となっておりますので、はい、あーちゃん、今日は家でゆっくり休めるね、録画したドラマ見るのかなということですけどもね、はい、僕ちょっと明日はですね、関西の方にちょっと行かなければいけないので、ちょっとゆっくりできないんですよ。こてつこてつ、あれ、気候な手こき大会優勝のミルルンはいますか。いませんよ、そんな大会ないですよ。今日シュークリームの数多いですか。はい、いつもの 2.5 倍用意させていただきました。今日はたくさん用意しております。はい、当たらなくてもね大丈夫ですよ、シュークリームありますよ、はい、加速加速、さすがに開始早いからコメントの流れが遅いですね。まあまあ見てる方がね、普段の時間とちょっと違うので、はい、少ないかもしれませんが、まあゆっくりでいいですよ今日は。はい、今日なんで7時からなんです。今日はですね、お店が天休日ということ で、 そうなんです、ちょっとね、桃源を当たるまでやろうということ で、 でちょっと早めのスタートとなっております。はい、ねえ、あちゃん中店の皆さんこんばんは。はい、こんばんは。夕ご飯作りながら見てます。あちゃん今日こそは分かってるよね。何を何を分かってない全然ね。俺今セブンのメンチカツパンを食べてる。おいいねえ。関西って何するんですか。明日はちょっとマイマイと関西の MC とね、はい、ちょっとちょめちょめしてきます。ちょめ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 してきます。新井さん、俺は、中台を超えるって言ってください。何だろう、何だろう、そのコメント何ですかね。これは言えない感じですか。何のコメントですかね、それ分かんないですけどね。意味深なコメントですよ。納豆入りシュークリームとかも混ぜてください。でも匂いでバレちゃうからな、ね、多分ね、納豆入れるの難しいね。難しいっすね、あのネバネバ感が、うん、ありますしね。あ、そう、それで今日僕セブンイレブンに行った時に、はい、セブンイレブンってシュークリーム、プチシュークリームって今までなかったと思うんですよ。ないんですよ、はいはい、でも今日行ったらあったんですよ。本当ですか。なんで今度はセブンイレブンのシュークリームをね、はい、食べれるかもしれませんね、これね、放送でね。うん、圧力の関西の嫁に会いに行くんです。そうですそうです。シュークリーム多いな、からしの割合少ないですか。いや、いつもと変わらないぐらい。そこはね、はい、5割、6割5割、6割、すみません、ちょっと今回適当に作ってみたんで、もしかして7割ぐらい入ってるのか。いつも適当だ、いつもちゃんと数えて作ってよ。数えてないっす。あーちゃん、鎌田の YouTube 見ました。お願いしたお題に、視聴者さんと山ちゃんに答えていただいて、理解できました、ありがとう。あ、川崎のゆきさん、ありがとうございます。ね、
ちょっと難しい質問お題をいただいてですね、はい、あ、じゃあちょっと今もちょっとしてもいいですか。はい、核演中あるじゃないですか。はい、核演中、例えばじゃあガロンにしましょうか、はい、マックスの核演中100球分の1ぐらいで大当たり抽選してるじゃないですか。はい、で、通常時は400分の1ですよね。はい、で、核演中にへその玉を貯めるじゃないですか。はい、はい、その時のへその玉の大当たり確率は核演中だから100分の1じゃないんですかっていう質問ですね。あ、へその方ですか。うん、円柱じゃなくて。そうそう、へそはへそなんで核円柱も確率変わんないですよね。いやでも、はい、あれじゃないですか、そのへそ消化で当たるじゃないですか。はい、はいはいはい、あの時100分の1で抽選してるじゃないですか、電柱保留切れた時とか。ああ、はい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 、ですよね。ちょっと難しくないですかこれ。あ、難しいですね。けどどうなんすかね。でこれは答えは、はい、あの乱数を決めてるだけだという話なんですよね。スタートチャッカーに入った時に、はい、何万個ってある乱数の中で1個選んでて、はい、で確変の最中だと、はい、要はその当たりの乱数が多く選ばれるから、はい、当たりやすくなって、はいはいはい、通常時に戻ったら要はその400分の1の乱数で抽選されると。はい、あ、はい、だから、へそ核炎中に溜めた玉でもその核炎状態の160回転を消化した後は普通の400分の1で抽選されるよという話ですね。そうそうそう、ちょっとねこれね僕もねちょっと分かんなかったんでね、ちょっと勉強になりましたね。ありがとうございます。はい、気候関西明日あっちゃん出るんですか。出ません。小鉄さん、はい、かなです。かなちゃん、今マシマシ店長と見てるわよ。あれおかしいですね、マシマシ店長違う場所に行ってるはずです。分かんないですよ、合流してるかもしれないですよ。いやー、うん、まだ指示すぎなんですけど、そうなんですかね。あれ、あれかなちゃんだっけ。大工町かなちゃんです。かなちゃんは何時出勤なんですか。かなちゃん9時出勤です。あ、じゃあまだ出勤してないですね。お店9時からなんで、ね、同伴同伴だったらワンチャンあるかもしれない。あれ店長だって今日仕事でしたよね。あ、そうですね。マシマシ店長仕事なので同伴してるんですね。先週は食べない回だと思ってたね。圧力欲しがり屋さんですね。最後食べた。圧力ハゲッピーに難しい質問するのはもっとハゲてしまう。優しいですね。でもほら素朴な疑問でねお客様に聞かれる可能性もあるじゃないですか。はい、そういうパチンコの疑問とかってなかなかまあ調べたりすれば分かるのかもしれないですけど、はい、やっぱりねね八百屋の話は、あ、じゃあ野菜の話は八百屋に聞けと、はい、パチンコの話はパチンコ屋さんに聞けっていうね、はい、ありますから、そうですね、やっぱり情報は多い方がいいですからね。はい、はい、原西は女性芸能人誰が好きなんですか。原西は女性芸能人、うん、女性芸能人、最近ちょっとテレビ見ないんで難しいですね。あ、本当ですか。誰がいいですか。あ、広瀬すずとか。ああ、はい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 、ああいう若い子がいいですか、やっぱり広瀬すずみたいな、なんかまだ若い子なんですか、学生さんみたいな感じですよね。広瀬すず、はい、おてっぴー誰だっけ。僕、上戸彩です。あ、上戸彩ね、若い頃の。はい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 、あ、小当たり来ました。原西さん、小当たり、はい、ということで、今回のルールは小当たりでも、はい、食べますよ。食べますので、はい、はい、シュークリーム食べていただきます。はい、いただきます。じゃあ一発目いただきます。はい、お願いします。まあまあね、ちょっと待って、こんなにあるんですよ。はい、今日はシュークリーム大量ですからね。はい、コテピーのことだから、はい、素直に一番上からいきます。はい、いただきます。はい、お願いします。カメラに向かって。なんだこれ。あーああ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 あわさび、わさび大当たり。飛ばしますね、新井さん。いやさすがっすね、ま、いや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 、原西さんはやっぱりね、前回食べなかったですからね。そうですね、今週は一発目から大当たりでございます。わさびシュークリーム。たまにちょっと量が多めに入ってるのがあります。いやいや、やめてよ、本当にもう。こんなに入ってたっけ。
話早速素晴らしい悶絶ごちそうさまです。ロリじゃんか、最近ウェイトアイア見たけど痩せすぎじゃないか。あ、本当ですか。なんかそんなニュース流れてましたね。なになに、あーちゃん関西に清し連れていて関東の凄さを見せてやろうって清しね。あ、じゃああーちゃん明日別法人の放送、明日放送ないです、ないです、普通に行くだけです。わさび嫁、学園入るまで放送するんですか。できればやりたい、はい、そうです、そうです、ね、できれば。ただその朝の5時とかはちょっと勘弁願いたい。M1 の時見たけど、上とは痩せすぎてた。あ、そうなんですね。そうなんですね。最近全然僕もテレビで見てないんですけど、うん、はい、十何年前ぐらいですか、あのドコモの CM とか。古すぎだよ。え、古いでしょこれ。古い、金八先生ぐらいじゃないの、うん、これ。そうだね。十何年前だとね。スマスマ出ていたけど痩せすぎて、はい、痩せすぎだと。痩せすぎはちょっと勘弁ですね。うん、まあでもね、女優さんはね、もうダイエットも仕事みたいな、まあそうですね、ところありますからね。前回マシマシ店長13個食べたから最後の方何入ってるか分からなくなってたよ、ね。うん、まあでも今日もね、大量に食べる可能性大いにありますから。そうですね、特に格上に入った場合には、はい、本当上乗せするたびにそうです、シュークリームを食べていく感じになりますので、はい、本当に気をつけてくださいね。気をつける、本当に気をつける、本当に気をつけてください、はい、美味しくいただきます、はい。あーちゃん今日はそんなに食べないで済みそうですねと。まあまあでも本当にいつ当たるか分かんないんで、ちょっと時間の関係だね、はい、あとはね、そうですね、うん、役で痩せなきゃいけない場合もあるからね、ゲームでね。あ、そうですよね、うん。この年末歌番組多いけどコテピーは HKT 出る番組見ないんですか。うん、特になんかチェックとかはしてないですね。あ、本当ですか。はい、でもまあ大体見ちゃいますよね、歌番組ってね。なんだかんだ見ちゃう。あと YouTube とかで別に、あ、録画がね、あれば。そうです、うん、まあ確かにね、あの有名どころなら大体あるじゃない、アップされるじゃないですか、はい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 。ということでまだちょっといい展開にはなりませんね。そうですね、はい、うん、あれでもコテッピーそろそろ100いっちゃうじゃないの。そうですね、あと7回転ですね。あ、もう94回転はい、危ないですね。いや、危ないっていうか、もうどっちでも食べなきゃいけない。食べなきゃいけない、美味しくいただく。あ、美味しくいただく、美味しくいただくんだよね。役でやってる、それもね、いろいろあるよね。あちゃん中店の皆さんこんばんは。はい、こんばんは。北海道から見てるけど今日は時間早い、最後まで見るからよろしく、はい、お願いします。はい、当てますよ。あ、お、今日ね、そう、キコラチャンネル関東版出てるね、あんちゃんという、はい、小田原扇町のね、主任さんはなんか北海道行ってるっぽいですよ、今日ね。あ、そうなんですね。ツイッターでなんか旭川動物園の動物をね、いっぱいあげてたんでね、うん、もしあれが時間があればね、会ってみたら面白いかもしれないですね、はい。今日学園入らなかったらその時残っているものは全て圧力が食べようね。みんなで食べようね。みんなでね。まあでもね、これ本当に何年前の代ですか。でもまだそうは言っても今度の2月で丸3年ぐらいですかね、はい、3年ぐらい、はい、だからまだ、でもすごい昔の代に感じてしまいますよね。演出とかもね、はい、懐かしいって感じ、はい。でも当たるときはもう図柄で当たれば学園突入みたいな感じなので、3つ揃えば、はい、そうですね、しっかりと当てられる、当てることができればね、はい、学園入りますんでね、はい。いやー、でも久しく学園見てないんで僕も。そうなんですね、見たいですね。あれ、行ったんじゃないですかこれ、はい、あれ100回転、100回転いきました。100回転、はい、はい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 、はい、どうぞ。意外と早いな、はい、今日。じゃあ中途半端のところで行きまーす。はーい、はい、コテピ1個目のシュークリームは、うわー、当たった。何、アウト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 、カラフー、カラシー、大当たり。いや、いいですね、2人とも。てか俺なんか今日当たりの量がすげー多い気がしてきたんだけど、コテッピー大丈夫、はい、これ、はい、本当にコーラ飲んでる場合じゃないよ、怖いんだけど、ちょっと、いや、辛さを中和しないと、うん。まあまあこのペースで食べ続けてたら多分放送終わる頃には疲労困憊だと思います。そう、間違いないですね。
あちゃん、ほんの少しでもからしになれることないんですか？ないですね。もうダメですね。受け付けない。受け付けない。受け付けない。慣れとかあるんですか、ね、いやでも。じゃあ、からしれんこんとかダメですよね。いや、でもあれは味噌が入ってるんですよ。混ざってれば大丈夫なの？いや、でも好きじゃないですよ。好きではないです、全然。むしろ食べなくていいんだったら絶対食べない。あんちゃん、ついに動物送りにされたのか。コテピ、からし引いたらどんだけよろしく。あれもう引いちゃったんですけど、どんだけ新しい魔界はいつ入りますか？新しい魔界は一応予定としては、はい、ありますね、はい、12月今月の後半に、はい、あんちゃん美味しそうな店ばかりツイッターにあげるから。そうだね、先週は319を簡単に当ててたのにまだ当たんないんですか、はい、そうですねからし超高確率もある、新井さん、ジョセフィーヌです。明日は暑い夜を過ごしましょうね。ジョセフィーヌ、ジョセフィーヌ、どちらのジョセフィーヌ、しかもさっきの本名が絶発してますね。おかしいですね、なんかジョセフィーヌさん、ジョセフィーヌさん、はい、かしこまりましたかしこまりましたあーちゃん、今日は時間帯でリスナー不利だから米300に負けては負けませんよ。負けません。あーちゃん、22日が今年の仕事納めなので、蒲田の疲労度に遊びに行けなくなっちゃいました。有給取って行こうと思ってた。あ、全然また、来月もねありますので、ぜひ来ていただければと思います。昨日はあーちゃん大変だったね、真っ暗でごめんなさい。Wi-Fi でやってるもんでちょっと不具合がね出てしまうと、はい、なかなかですね、はい、放送再開するのに、はい、結構こうパソコンを再起動させたりとか、なるほど、はいろいろ、はい、やんなきゃいけない、ちょっと時間かかっちゃうんですよね、ごめんなさい、うん、ということでね、このまあガロ陶芸の笛もね設置点がすごい少なくなってるので、はいはい、まあ、打てる店限られてくるんですよね、はい、そうですね、ちなみに中店は2台ありますので、そうです、はい、ね、お正月休みとかでも、はい、ちょっと陶芸打ってみたいなみたいな方はですね、ぜひ中店に来てね、はい、遊んでいただければいいかなと思います、ね、はいはいはい、お待ちしてますね、はい、コテピーもいますからね。はい、いますよ、うん、年末年始休まず営業ですので、はい、あ、休まずなんですか？今のところですけど、うん、一応30、31出勤、多分この流れだと正月三が日も出勤かなみたいな。なるほどなるほど、はい、素晴らしいじゃないですか。やっぱりね、お正月休みの方にねやっぱ楽しんでいただきたいですよね。そうですね、またね、はい、休みにゆっくりね、はい、これって小当たりの時出玉あるんですか？当たりの時は右打ちしてちょっとだけ入ればありますっていう感じですね、はい、まあほぼないに等しいかな。そうですね、はい、あんちゃん、きこちゃんヘビーローテーションだからあっことおにぎりの絡みが見れなくて寂しい。ああなるほどね、みんなで出てもらったらいいんですか？3人4人でね。あと米100個で1個食べよう、お腹すいたでしょ。いやそんなすいてないよ中店って上野からどれくらいかかりますか？ですね、上野からだと、上野からどんぐらいですか？特急日立に乗れば、はい、2時間。2時間かかんないですよ。いやでもほら水軍船の、あ、水軍船のお金上がるから、そうですね、2時間ぐらいだと思うんですけど、まあなんていうか、各駅停車で来ると、はい、大体3時間ぐらいですね、はいはい、そうですね、はい、お、コテピーちょっといいんじゃないですか、はいはい、ちょっと来ましたね、はい、やっとリーチらしいリーチが来る、はいはい、中店遠いからな、いやぜひそこをね一度遊びに来てください、はい、和骨おにぎりに、会いに来たんだけどいないんですか？おにぎり今日いないんですよ、ごめんなさい。原西さん PPAP やってください。 PPAP 覚えてないんですよね、まだね。あ、まだ、じゃあ次回までね。そうなんですよ、はい、宿題でなんか新しいの出しましたよね、またね、なんかね。あ、そうなんですか。なんか新しいの出したみたいですよ、なんか。コテピー、そこの MC はこの業界いるのに大晦日と元旦休みだよ。え、マジですか？ん、いやだから土日ですから。あ、なるほど、チャンネルないんでね。なるほど、そう、たまたま曜日の都合でちょっとお休みっていうだけですよ。あ、なるほど、はい、なんか遠いですよね、筑波とかからでも激しく遠い筑波かけど車で1時間ぐらいですよね。まあ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 、ぜひね、お休みでゆっくりできるときにね来ていただければと思います、はい、また次回おにぎり楽しみにしたい。あ、ぜひ明日の放送はおにぎりが、担当しますので、明日明後日おにぎりかな、うん、明日が平塚店、はい、で、明後日が、ちょっと待ってください。あ、明後日が水戸店ですね、はい、はい、ナイスツーミートゥー、ナイスミーティング、番組タイトル、おー、はい、水戸店ですか？水戸店、
ぜひ見てください。中店って何県にあるんですか？茨城県です。はい、茨城です。あらい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 ちょっと早い分からない。はい、連続おにぎりしんどいわとか、いやそんなこと言わないでね。あの金曜日は、蒲田店の放送がありますので、はい、ぜひともご視聴いただければと思います。そして、来週になりますと、いよいよ、はい、松戸店お、の放送が始まってきますので、はい、まあ、本当にね、あのいろいろ、番組も、ね、変わりますので、はい、ぜひ見てていただいたらなと思いますね。はい、中店にリチャップさんがいるなら東京から今から出発したんですがリチャップは一毛だからな。 でも一毛店と中店って意外に近いですかね。近いですね。車だったら10分ぐらい、そうですね、はい、ぐらいの距離にありますので、まあ、本当にね、あの2店舗一緒にね見ていただいて、はいはいはい、打っていただければいいかなと思いますね。と言ってる間にもうすぐ30分経ちますよ。あれもうそんな経ちますね。大丈夫ですか？なんか見せまだ見せ場がないんだけど、なんか見せ場ないっすよ、ね、全くないですけれども、この前1万発使って700発しか出なかった、見るだけにしておくなるほどね。あらいあらいあらあらまき、あらまき、仕事終わりに AKB で500円で2万発出してきた。おめでとうございます。松戸店の店長誰かな。おこれもね、15日の放送を見ていただければ、そうですね、分かるんじゃないかなと思いますんでね。コテピンはいつミルルンをものにするんですか？いつミルルンをものにする、うん、いつでしょうかね。ミルルン、でも会ったことない。ちゃんとは会ったことないですかね、うん、あ、ザルバ保留からの、はい、ザルバ保留からの、はい、面白い。あのモニター越しはよくあるんですけど、はい、中では会ったことない。モニター越しっていうのはあのあの番組を見てるってことね。はい、とあとあの100店舗記念の時に、うん、あ、そっかそっか、 そうだね、絡みはないですけど、うん、聞こえたって牛久にもあるよね。はい、牛久南ありますよ、牛久南ありますよ、はい、あります、リチャピは鈴木奈々に似てる。あ、鈴木奈々、原西さん、マシマシ店長の裏話をお願いします。裏話なんかあります？裏話、マシマシ店長裏話なんかありますかね。あ、一応役物閉じましたね。はい、閉じましたよ。一応発展しました。はい、これは熱いやつ。あ、これはクルース、そうでもないか、緑、クルース緑。いや、もういいよコテピ、もういいよ、はい、もういいですか、当てちゃって。いいよ当てちゃって、うん、さあどうでしょう。まあね、まあね、まあそうでしょうね。まあ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 、ね、まあそう簡単には問屋が下ろせませんよね。ね、コテッピーは48グループ、はい、オタなんですか？48グループオタ、うん、どうなんですかね。世間一般的にオタじゃないですか？なあ、まあそうですね。多分グッズもいっぱい買ってますしね。はい、キコ松戸って千葉県初進出かなということなんですけども、千葉県には印材店が、はい、ありますので2店舗目になりますね、はい、そうですね、はい、松戸って大型店ですか？大きいですよ。僕あのこの間行ってきたんですけど、あ、はい、はい、あの本当に広い大きい店なので、ぜひね一度新店でねオープンしますんで、行っていただければいいかなと、オープンしたらね、はい、今年の流行語大賞はカミッテルでしたが、2人は印象に残る流行語は何だと思いますか？今年の流行語、うん、流行語ですか、なんかありましたっけ。今年の流行語、あの結構ここ4ヶ月ぐらい僕テレビ見てないんですよ。でも1年ありますからね。そうなんですよね。でもほらさっきも出た PPAP とかもね、PPAP、はい、あ、まあそうですね、そうですね、うん、パーフェクトヒューマン、パーフェクトヒューマン入ってたかな。
けど流行語のノミネートが分かんないですよね。流行語大賞の、はい、じゃあ今僕は検索します。お、さすがアトロクさん、あれでもパーフェクトヒューマン紅白出るんですよね確かね。あ、そうなん、ね、え、出るんですか。あ、違う、嘘ついた。え、けど紅白だって HKT も SKE も NNB も出ないですよ。なるほど。あ、トランプ現象、スマップ解散、あー EU 離脱、パナマ文書、アモーレ、アモーレ、うん、マイナスキーに斉藤さんだぞ。あ、斉藤さんなのも今年なんですね。ポケモン GO、 あ、ポケモン GO、 はい、リオオリンピック、はい、君の名は、はいはい、君の名は、はい、がね、都民ファースト、はい、PPAP、はい、アスリートファースト、はい、AI、はい、おそ松さん、くまモン頑張れの絵、ビックリポン、民泊、なんかパッとするとないっすよね。あ、パーフェクトゲーマーも入ってますね。入ってます、うん、カープ女子、あ、カープ女子も今年なんですね。こち亀連載終了、こち亀連載終了、伊勢島サミット、あ、まあなんとなく分かりますね。商店50周年、はい、野球賭博、あれ100超えてる。はい、ということで、はい、3、2個目の食料いただきます。はい、原西2個目お願いします。お待ちください。なんか仕切ってきたないただきます。はい、いただきます。はい、どうぞ。あ、うん、うん、こんな美味しいな、美味しいシュークリーム、美味しいな、もう美味しいの当たった時のね、このね、あの幸せな感じがね、もう本当に分かります。本当美味しい、その感覚超分かる、はい、美味しい、うん、幸せ、うん、コテピー、私のサンタさんになってください。シャネルのバッグが欲しいです。シャネルのバッグ、なんかそれなんかどっかで聞いた記憶があるんですけどシャネルのバッグとかっていくらぐらいするんですか。20万とかするんですかね。シャネルを見たことがないので、あのお店で、あの、あ、バッグとか値段見なくないですか。まあ見ない、見ないっていうか、まあ 買いに行かない。行かない、行かない。シャネル入らないじゃないですか、まず。新井さんのアモーレは 誰ですか。なんかさっきからの本名が、ね、そうなんですよね。なんかジョセフィーヌですか。ジョセフィーヌジョセフィーヌですかね、はい。もう12月ですが、お二人はパチ&ソルで今年一番出した台は何ですか、プライベートで。今年はガルパンですかね。パチンコ、スロット、スロットです。あ、スロットのガルパン。あ、剣刺さってる。お、コテンピー、剣刺さってるじゃん。言って言って、今喋ってたらびっくりしました。はい、ちょっとチャンスですね。はい、あっちゃん一個味見してもいいんだよ。いやしない。さあ、コテンピー、剣保留からの、はい、はい、剣保留からの今疑似1回、はい、からの、え、大丈夫大丈夫大丈夫、これ疑似さん行くって。行かないの？え？行かないの？ああ、ね、行きますよね、はい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 、行きますよね、はい、ちょっとこれチャンスですね。はい、疑似2回目、はい、さあ、天運来い、天運来た？来た？希望、ちょっと弱いかな。シャネルセカンドバックで25万ぐらい。あ、ガロ君、ガロ君来たよ。これはいいよ。いいんじゃないの、これはいいよ。あっちゃんのアモーレは誰ですか。あっちゃんのアモーレね、タイラアイリーですよ、本当ね。タイラアイリー。さあ、顔も完成、はい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 、ここまでは順調ですね。そうですね、はいはい、さあ、リーチの発展先はこれ一番熱いやつでしたっけ、多分でしたっけ。確かそうだったような気がしますね。当たったら放送もう終了なんですか、まあ、とりあえず1時間ぐらいは、はい、はい、やります、はい、いつも通り懐かしい演出ね。そうですね、うん、ロクさん餅食べながら放送してるか。食べてないよ。ジャガン流、緑か、緑、希望で緑か、ちょっと弱いですよね。ただまあガロ君出てますし、はい、ちょっと期待は持てますけどね、まあ、当たらなくはないですけど、気合いだ気合い、うん、さあどうでしょうか、コテピー
はい、当たればいきますよ学園に。いきます。シューハイプシューない、外れおかしいな。復活は、復活ってあんまないんでしたっけこの台で。ガロはない、少ないですよね。はい、はい、だね、皆さんは来年の目標ありますか。来年の目標、うん、来年の目標は、ハルピに10回会いに行く。なるほど。ハリさん何かあります、来年の目標ですか。はい、小遣いを貯めて、うん、いつでも休みの日にパチンコに行きたい。なるほどなるほどいいですね。僕は、来年はあの年間プラス収支をね、ああ、なるほど、目指したいですね、うん、なるほど。花西さん、コテピ、松坂桃李さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは、こんばんは。この時間に見るロックさんの素敵を褒めたので飯を怒ってあ、また検査されました。おこの保留ですね。はい、またチャンス。コテッピ、なぜ軍出したレベルだわ今、皆さんが今年一番抱いたのは誰ですか。今日はあっちゃんにの豚まん食べてみてます。いいね豚まん、もう寒くなってきたからね。そうですね、はい、美味しい季節になってきましたね。美味しいね、はい。何買いますいつも。肉まん、ピザまん、カレーまん。僕セブンでしたらあんまん好きなんですよ。あんまん、あんまん美味しいよね。あんまん美味しいです。ちょっとこれ熱いんじゃない。ちょっと熱いっすよね今の。なんかガロちょっと違かったよ。違うガロ出てきました、うん、ザンバ 70%? ザンバ県だったよ今。マジで下のなんかくる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 回ってるやつは赤くなりましたね、はい、赤県が赤くなりました、はい、来たよ来たよ。はい、あっちゃん出してザンバ県、天運だ、お腹いっぱい味噌煮込みうどん食べてきた。美味しそう。コテ確定、ここで軍来いよってね。そうですね、そうですね。さっきの軍いらないでこっちにいて軍欲しいっすね、うん、当たるよこれ。本当？本当っすか。ちょっと当ててマジで。マジ、うん、そろそろ当たったってきついっすよね、うんうん。目指せ500分の1からの180発来たかな。魔天使来た。120%、そんなに熱いのこれ。あー、これはあるわこれ。マジで来た。おお、当たりました。当たりました。やったー、やったー、おめでとうございます。マジか。いやいやいや、ようやく来たね。いや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 、やっと当たり。小鉄おめえ。左打ち、はい、左打ちだよ左打ち。はい、来ました。じゃあせっかくなんでちょっと一画面にしましょうか。はい、いやー、ようやく来ましたね。よし、せっかくなんで、コテピーが確認、はい、これね、ちゃんと100秒未満の場合はシュークリーム1個、はい、100秒以上の時はシュークリーム2個ということで、はい、とりあえず今1回当たったんで、はい、シュークリームを1個食べていただきたいと思います、はいはい、ちゃんとね、はい、じゃあちゃんと打ちながら食べてね、はい、打ちながら。そうですね、はい、はいはい、これちゃんとほらね、はい、キロキロ言ってるね。はい、はい、じゃあいきます。あ、ちょっと待ってください。いいですか。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、もう口に入れた瞬間だったじゃん。もう相当量入ってんじゃん今日絶対。何これ、コテピ。はい、からし。そして、はい、ということでここから確変ですね。はい、はい、どんだけやったぜ、話し消された。どんだけ、ハゲてるの。コテピでかした。ハルピを3回は抱いていいぞ。マジっすか。こんなにちっちゃくなっちゃって。そうですね、ちょっとちっちゃくしちゃいましたね。じゃあもうちょい、こんぐらい、こんぐらいでいい。台を寄れば見えるかな。これぐらいにすれば見えるかな。こんな感じで、はい、はい、ということで、はい、コテピ頑張ってくださいよ。はい、頑張りましょう、はい、それでこのシュークリーム全部なくしてやるっす。いや本当にそれがね、僕は一番望んでる展開。
え、あっちゃんにお願いします。8月誕生日だったからお祝いで1個食べて、だいぶ前だな8月って。さあ何秒上乗せするか。はい、はい、危ない。99、はい、1個食べてください。はい、まだ1個、はい、1個、99は1個だね。はい、99で1個食べてください。はい、いただきます。はい、おいしい、おいしい、はい、おいしい、はい、はい、ということで、できるだけ長く継続させてね。そうですね、2万発ぐらいは出していただきたい。とりあえず108発は回避しましたからね、はい、これ秒数管理みたいになっててですね。そうですね、はい、左上の秒数がなくなると終わってしまう可能性があるよという感じになってますので ね、はい、そうですね。この秒数がなくなる前にまた秒数を上乗せして上乗せして、はい、どん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 継続させていくという感じですね。はい、はい、席立てないの来た。そうです、そうです、そうです、そうです。コテビー、明日誕生日なのでお祝いに髪の毛ください。あ、どうぞ一本でいいですかね。この台は撤去されない隠れマックス。そうだね、この台どういうシステムなんですか。システム、うん、システム、そうですね、これはタイムストックボーナスなんで、そうなんですよね、秒数管理で、そのシステムって言われると結構難しいんですよね、これね。難しい、はい、まあでも継続率は 80% ぐらいなんですか、これね、多分。あ、1回のそのあれですか。そう、そうです、うん、おいおい、やべえぞこれ。やばいぞ、やばいっすね。残り15秒しかないよ。15秒しかない。コテッピ、はい、まさか、やばいの、まさかの、これ終わっちゃうパターンっすよね。いやいや、まずいまずい、240発しか取れてないよ。まずいよ、まずいよ、これこれまずいよ。危ない危ない危ない。あれデンジャー、あれコテッピーのアップ、なんか夢に出てきそう。ちょっとちょっと、どうなってるの、どうなってるの。いや、ラストチャンス、これで危ないよ。おっ、危ない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 、ドキドキしたよ今。今危ない、危ない、危ない。これ見てなぜかバンヘルシングが打ちたくなった。さあ、240秒、2個、あ、そうか、これを食べるず、はい、2個、シュークリーム、2個ゲット。はい、じゃあ2個同時、2個同時いっちゃうの、2個同時、はい、どうぞ、はい、何個目なぁ。それさ、おおおおおもう泣いてる、もう泣いてる。あーおー、20パー危ねえ、太るの確実。はい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 、右中に隠れへそ流に当たると、5分の1で復活だっけか。なんかなんかそういう結構複雑なシステムなんですよね、はい、さあチャンス、放送事故。コテピ、あかん、わらわら。これストレスでコテツの髪の毛抜けちゃうよ、わら。まさかのカラスとわさびダブルでした。カラスとわさび、きつい。さあ、浄化ミッション成功すれば上乗せ。さあ、コテピ今何個食べたっけ。4個、今全部で5個食べた。5個、5個も食べた。あ、じゃあ 4個ですね。はい、4個食べてます。はい、4個、手離すなよ。はい、離さないです。おお、残念。コテピ内心終わるって思っただろう。終わりまし、思いました、うん。いやけど、できれば1時間以上はね、ちょっと、うん、1時間以上継続、継続したいね、したいですよね、うん。まあ、でも普通にあの3時間ぐらい継続することもありますか。あります、あります、あります、あります。でも中店最高何発ぐらい出たんですか。ですね、最高8万何発ですかね。すげー、はい、8万発目指してね、今日は頑張りましょう。はい、そうね、あちゃこぶがなくなると、終わればあちゃん早く帰れたのにね。そうだね。一番帰りないのは当たらないですからね。そう、いやー、そうね。さあ、言ってる間に原西さんも、はい、あれもうすぐ200回転回り。危ない危ない、はい、危ないよ。じゃあ原西さんも当ててくださいよ。いや、当てたいよ、ちょっとか。2年前だけど7万発出たよ。トイレが行けずに大変だったのを覚えてる。すげー、7万発。そうですね、7万発一撃だと全然トイレ行けないですよね、うん。原西さん、当たらなくて内心ホッとしてますか。いや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 、全然できないですよ。ハマればハマるほど、こっちもシュークリームですから、はいはい、1時間続いたらコテッピーの体持たないぞ。そうですね。これ最高何秒ストックできるんですか。
何秒でしたっけ、360とか300とか300秒とかじゃないですか、300ぐらいはありましたよね、はい、300はありますね、桃源を置いてるくらいなら鋼も大事に使ってたりしますか、ガロの鋼はないんですよね、すいません、はい、これね、上乗せきました、はい、来ました、コデピー上乗せ、はい、はい、375秒、いやすごいね、いいね、はい、どうぞどうぞ、また2個、これなんか怪しいですけどちょっとはいはいはい、さっさと、はい、2個同時、1個、あ、2個、はい、もう1個、はい、もう1個、あーわかるまさにもう1個や、もう1個もう1個、もう1個、中和、中和、中和しないと、中和して、はいはい、中和、中和、おいしょ、おいしょ、おいしょ、さあ、これはお、おいしいけど、おいしい、中和した、わさび中和成功、はい、ということで、先発突破しました、はいはい、マジェプリと同じような感じの台ですか、これはマジェプリとはちょっとまた違うかな、うん、画面フリーズで500じゃなかったっけ、あ、500もあるんだ、500くらいは見たことある、はい、75、シェクリーム1個、はい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 、どうぞ、いやー羨ましいな、うるさい、何わさび、よいしょよいしょ、いやいや当たりまくりでね、食べまくり、羨ましい、さすが中天、でも頑張んないと、気候なかなか食べまくりへんってことだね、いやいやいや、はい、すごい、これ1000秒いったら圧力1個食べよう、コテピ頑張って生きろ、はい、あそこはわさびの皆さん、こんばんは、こんばんは、家族家族、スーパーとゲットするのにこんなにハラハラしないといけないのか確かにね、まあまあでも残りまだ400秒あるんで、はい、7分ぐらいはまだ確実に続くということですね、確実に、いやーこれきついっすね、うん、いやいや自分で考えたルールでしょあ、それを言われると何も言い返せないですけどまあそうだね、そうそうそう、あー乗らない、乗らず、はい、ちょっと一安心、あれ俺も200超えてる、あれ、あれ、はい、ということで浜西さん、はい、じゃあいただきますよ、はい、じゃあ端っこ、普通になんかちょっと嫌な、はいはい、とりあえず食べましょう、はい、食べましょう、カメラに向かって、カメラに向かっていただきます、はい、うん、うん、やった何ですか、中身は何ですか、悲しいいや今日は当たりますね、2人ともね、本当に、いやー、いい感じですよ、あ、はい、激アツ、あ、激アツ、おい、これは結構乗っちゃうんじゃないですか、コテピー、いやー、どうなんですかね、話もっともだえて、まだ今日何パーで入ってるんですか、60パーぐらいだそうです、そうです、花井さん、もっとたくさん食べたくなったんじゃないか、はい、これ成功、はい、笑おせー、はい、182、はい、シュークリーム2個ゲット、はい、どういうルールでやってるんですか、あ、じゃあちょっとあのこれ食べ終わったらルールします、はい、じゃあとりあえず1個目、はい、うーん、おいしい、2個目、おいしい、いいですね、順調に今回は無事にかいくぐりましたね、はい、ということで、今日のルールはですね、ちょっと画面切り替えますね、はい、ロシアンシュークリームとなっております、100回転通常時にハマっても1個食べます、はい、大当たり1回ごとに1個食べます、タイムストック確変中に関しては100秒以上の上乗せ、あ、100秒以上の上乗せで2個、100秒未満の場合は1個シュークリームを食べていただきます、はい、という感じですね、はい、ということで、もうまあまあしばらく確変できるんで、これ多分3000発くらいはもう射程圏内ですね、はい、そうですね、はい、原西も早く2個食いの世界に来なさい、2個食いの世界、2個食いの世界ですよ、うん、そうですね、当てたいんですけどね、羨ましい、よし原西くん3個食べようか3個食べよう、桃源は壊れるまで店に置く感じですか、そうですね、さあ100、はい、はい、2個シュークリーム2個、桃源はまだまだずっと、はい、頑張ります、はい、はい、どうぞ、うーん、おいしい、お、だいぶセーフになってきた、あー、え、なに
ちょっと噛んで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 何あ中身はわさびわさびああああうわがもうなんだはいということでこれ格闘が終わるまでねこのシュークリームの連続が続きますからねマッチコテッピーが出てくるとゲット30秒よーいったはいったあちょっと待ってちょっと待ってストップいやいやいやおいハゲばっか食べてんじゃないよ頭が薄くなってきてるよコテッピーあっちゃんの分のシュークリーム残しておいてね今日はホールお休みで今日お休みなんですよねはいお休みです、はい、明日、リフレッシュオープンということで、パチスロスロットのバジリスク3、5台導入いたしますんでねなんか垂れてるけど垂れてるけど下垂れてるよなんか垂れてる危ない早く食べて、はい、早く、はい、早く食べてはいはい噛んで噛んではいコテッピー噛んではい、こっち小当たり、小当たりしてました、しかもはい、鼻にもう一個食べる、はい、いただきますはい噛むわえ噛むわいただきますはい、どうぞさあ、お兄様おいおいし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 いもうコテッピーが当たりまくるからシュークリーム食うスピードが追いついてないはいはいはい糖尿不快議、累積何個食べてるか計算してますか？もうよく分かんないわ。分かんない。あこのペースすごいな。今度ダンバイの生でやりましょうか。腹にし悶絶が足りないぞ。ノリダストロコも食べる。いや僕はあの500個麺と言ったら食べますんでね。はい。てかまだ何気に440秒あるんですよ。まだまだ、まだまだ上乗せしますよこれ。マシマシ店長今日お休みなんですよ。はい。あかんこのペースコテッピ死ぬ。いやこれ前回のマシマシ店長よりもひどいペースですよね。せっかくコテッピーが見せ場と作ってくれてるんであっちゃんの見せ場も早く新井さんジョセフィーヌです。新井さんのたくさん食べてるところ見たいわ。ジョセフィーヌジョセフィーヌ何なんですかさっきからジョセフィーヌ常にシュークリームを食べる配信です。25個中から何割でからし6割。48個、シュークリームがありますので全部で、はい、まあ、それのうちの多分20個から30個はから、あのからし、はい、からしは、ね、多分10何個ですね。はい、ドンワノッセ30秒、はい、はい、コテピ、はいはい、サクサク食べよう、サクサク、はいはいはい、そんな足おいしい、はい、もうどんどん行って、どんどん、うん、お腹いっぱいになってきましたね。コテッピー、コテッピー、今年最後の放送だからからし大レンジャー最後の放送はまた年末にありますんでね、はい、まだあります。はい、もう苦しかったら打つのやめればいいんやで、ね、あってもないけど。あ、なるほど。いやいやいや、ダメでしょ、ダメダメダメ、よしここでロシアやりましょう。桃源で女の子ん主役なのチャンスゲット、上のせー30秒、はい、シュークリーム、はい、来たはい、きたおいしい、おいしい、まあ2分1くらいなんでね。そうですね、はい、いや、ハネシコテッピーのこと可愛いと思ってるでしょう。誰交代してもいいんだよいや、あ、打つの変わります。残念ながら思ったこと一回もないねお、赤文字ですね。あ、いいですね、続きますね。これ1回に100以上乗せるっていうのもそうだけどね、小刻みに乗せていくっていうのもあるから確かに、いや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 、これあ、カットインもなんか良さそうですよ、ね、これ上乗せしそうですよ。小刻みに上乗せより一気の方がいいな。確かにね、回数がね。そうですねシュークリームあと何個ありますか。まだ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 あります、はい、3000発突破、はい、お盆、はい、お盆にまだ20個あります。はい、でまだ別にストックがあるんで、はい、ストックもまだありますんで、はい、さあボタンを押して、はい、ストック上乗せ、上乗せ、さあ何秒でしょうか。100秒以上の上乗せで2個、はい、はい、ということで74秒はい、どうぞ、はい、いただきます。はい、おいしい、おいしい、だいぶなんかおいしいシュークリーム連打し始めましたね、うん、いや、ようやくちょっと胃があのリセットされました。なるほど、
ゃあコテピンちょっとそこのシュークリーム取ってもらってもいいかな。はい、はい、じゃあこれを僕が並べておきますんで、ね、あ、お願いします。あっちゃん、明日冷え込むから関西行くとき厚着してき、あ、了解です。僕今日ねちょっと起きたときあったかかったんで薄着してきたらめっちゃ寒かったです。はい、ということで残りのシュークリームはですね、はい、待ってください、今数えますから。もう一回またいけ、5、10、20、24、28なんで、はい、もう2人で20個食べて、はなみさん何個食べてるんですか。1、2、3、5個ぐらいですか。はい、ということでコテピは15個ぐらいもうすでに食べております、ね、あのバスバス店で13個超えましたね。そうですね、超えたね、もういいペースだね。お、はい、あれ、お、あれ、あれ、あれ、嘘、当たり、え、今ので当たる、当たり、今ので当たるの、ハラニさんの下を当たり、当たります、今ので当たるの、いや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 、こっちの世界に来ましたね。これは来ましたよ、食べまくり、食べまくり、とりあえず1個食べてもらってもいいですか。はい、とりあえずいただきますもん。はい、はい、あーん、はい、うんうんうん、おいしい、おいしい。さあ2人とも学園に入りましたので、ここから上乗せるたびにシュークリーム食べまくってもらいたいと思います。はい、当たった、洗いもみじ、洗い当たり、はい、上乗せしました。はい、上乗せ食べよう、シュークリーム1個。これシュークリームなくなる、なくなる、ね、なくなりますよ、これ。はい、どう、おいしい、はい、おいしい、すごいな。はい、0秒上乗せの180発ならもう食べなくてもええんやね。原西二国食いの世界にようこそ。空気読んで底落ちな原西。からしいからしいからしい。こういう時に限って当たる中天草。これで当たる部分はないな。2ヶ月前の通常放送で打った桃源は何だったのか。そうですね、めちゃめちゃ調子よく当たってますよ。はい、はい、はい、あっという間にシュークリーム買ってきて、あとの部分がなくなりそう。これ読んだかな。はい、安藤君は一人で行ってるの、わかんないです、多分一人じゃないですか。はい、さあここから会員さんもようやく確認に入りますよ。はいはい、これから二人とも ST、シュークリームタイムですね。そうですね、シュークリームタイム、うまいですね、上手。カナです、新井さんおめでとう。はい、カナ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 ちゃん、カナちゃん、カナちゃん、カナちゃん、さあ、うわうわ、はい、50、はい、あ、じゃあ39秒、シュークリームゲット、いただきます。はい、うん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 、あ、おいしい、おいしい、なんか、なんかちょっと最近当たらないですね、当たらないですね、当たらないですね、はい、おい、まあ、コテピーもまだ260秒ありますしね。2人とも大当たりってリベンジ大成功ですね、今日の放送ね。いや、ありがとうございます。はい、シュークリームなくなったらからし直食い、新井の娘です。はい、パパが、パパ頑張って、継続失敗、継続失敗、え、ねねね、ああ、上乗せしなかったってこと。はい、はい、終了、え、あ、ラストチャンス、さっきコテッピはこれでね、はい、これなんか怪しい気がするよ、ほら、え、え、終了、ほら、ほら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 、きたー、きたー、きたー、180発きたー、きたー、いやー、引いた、引きました、まさかの180発当てたと思いきやパパダサい見せてくれたな、これがあるんですよね、この台はね、そうですね、ダセ、うん、原西よくやったまあコテッピーがまだ、いや、ね、ただだいぶ秒数減っちゃいましたね、はい、さあさあコテッピーの当たりを見ていきましょう。はい、からしだけにからでじ、原西二国一回もできず荒い罰でカメラ目線でヒューマン頼むぞI'm a public human。 いやー、180発はきついよね、いやせっかく学園入ったのにって、暴れじのがまだ出ますからね、これを、確か山田くんも180発、そうだね、はい、うん、はいはいはい、
まあでもコテッピーがねなんとか頑張ってくれれば、はい、うん、チャンス。新井シュークリーム地獄から脱出いやでも本当にねこれはな、うまい回避ですね。いやまあ回避的にはうまいですけど、そうですね。さあコテッピーはこれは乗らない、乗らずですね。はい、はい、思えば今でちょうど1時間かいい時に当たったな。そうですね、はい、いい感じですよ。そうですね、まあ、出玉の方ももうすぐ5000発と、はい、いうことで、あと何秒、あと120秒、120秒、うん、なるほど。 あっちゃんちょっと前のコメントでお店どこってコメントがありましたということで、お店どこですか。中店です。キコーナー中店です。はい、茨城県、はい、中市、中市菅谷、はい、にありますので、はい、ぜひ茨城に、お越しの際にはですね、寄っていただければなと思いますんでね、はいはい、コテッピーもやばいかな、これやばいっすね。うん、学園終了までやるんですか。やります、頑張ります。はい、頑張ります。あと80秒、ちょっと頑張ってね。ここ1万発ぐらいまではね、やっぱりそうですね、大の魅力をね、はい、うん、伝えないと。コテッピー密かに、はい、ハンドルから手を離してもいいんだよ。小当たりがなかなか来ないな。そうですね。そうですね。コテッピーが抜けたらあっちゃんが全部食べるんですね。土浦からでも遠いですか。土浦からだと電車でどのぐらいですかね。1時間ちょいぐらいですかね。うん、ぐらいだと思います。茨城の中でも、はい、僻地でいいのかな。の方だぞ。いやそうでもないと思いますよ。そうでもないですね。水戸もまあまあ近いです。はい。そうです。うん、コテピーまだ終わるの早い。終わったら毛抜くぞ。頑張って頑張って。残り40秒だよ。はい、はい、残り40秒。うん、いやなんか300秒ぐらいから何もワード差がないですよね。そうですね。うん、怪しい予感がするな。これラッシャーまで行きそうな感じがする。だから行っちゃいますよね。うん、とりあえず5000発を超えたんですけど、はい、やばい。残り10秒。マジか。右打ち何パーなんですか。多分80だったような気がする。あちゃん今日食べずに済みそうだね。そうだね。青さあ30を超えれば、はい、お、いた？はい、行きました。はい、いや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 、94秒。はい、上乗せシュークリーム1個ですね。1個、はい。コテッピ、原西の裏話お願いします。原西さんの裏話ですか。はい、はい、まあシュークリーム食べよう。シュークリームね、はい、シュークリーム裏話とかはね、はい、うん、あれ、天運来たよこれ、天運。あ、違う、うん、うん、うん、天運来い、来い。あー、希望。コテピー、それは固まってるけど悲しい。お腹いっぱいになってきました。結構お腹いっぱい。コテピー、シュークリーム好きだね。いや美味しいですからね。皆さんこんばん、ワイオミング。わかんない、こんばんは、どうも、こんばんは。いやでも、まあでも5000発か。あ、けど今日あれですよ、出勤前にあの原西さんの奥さん見ましたよ。あ、本当ですか。はい、あのマスクしてました。マスクどういう情報。どういう情報。マスクしてた。風邪ひいてるんですかね。それいらないですね。あ、それいらない、うん、その情報はいらない。さあ残りまた20秒。いや危ないよ、危ないよ、コテッピー、これこれ危ないですよね。うん、だから、お、青からのまた30秒、カウントダウン、ゾロ目で止まれば、あ、止まった。おお継続。何秒、伸びろ、伸びない。69秒。69秒。はい、シュークリーム1個。
やばいやばい、量が多いやつ、やばいやつ当たりなんだこれ。だから量は考えてっていつも言ってるでしょ。うわうまいよ。何言ってるか分かんない、内心またかやと思ってるやろ。あっちゃんが食べるまで待ったって。やったぜ、加速加速。いや残り 30秒になってきましたよ。またやばいっすね、この台虎鉄を殺しに来てるってああいやでもほらまだまだシュークリームありますから。そうそうそう、どん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 。圧力最高も食べてないですよね。しょうがないですよ今日は。まあ時間も早いんでね。まあそうですね、こんだけ苦しんで6000発アツポンアツポンからし、いやいやいや、からしいらない。緑からのいいですよ。んおおい、シュー乗りました。上手上手、いいよ。さあ3桁乗せ、3桁乗せ、ダブル3桁欲しいですね。ダブル、おきたー、おめでとうございます。シュークリーム2個ゲット。2個食い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 、はい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 。さあどうですか今回のシュークリーム。あもう一回来い、もう一回上乗せ来い、上乗せ来い、今来い今来い今来い、終わらんぞ。事故った。明日刑事か言えばどっち打とうか悩んでるんだけど、皆さんならどっち打ってますか。刑事刑事、春日さんは刑事ですかね今は、はい。コテピ取りに行ってもいいよ。あ、いいですか、ちょっと行ってみて。大丈夫です、3分になったね残りが。はいはい、圧力変われ、変わらないよ。剣刺さった。圧力座りますね。いや座らないです。あーそうですね、はい。ハルニさん剣刺さりました、刺さってないですか。剣刺さりました。あ、刺さったんですか。今刺さりました。保留ですか。はい、はい、刺さって今保留2回目、はい、あ、疑似2回、はい、うん。さあハルニさんもいいですよ。おブルブル来てるよ、ブルブル。マジですか、当てちゃってください。ブルブル来た、ブルブル、はい。からの、うん、天運。まあ天運でしょうね、ここはドン。希望。コテピ明日健康診断したらいろいろ上がってそうだよ。あーきついですね。今日ってコテピの連チャンが終わったら放送してる。そうですね、はい、加速、盛大な通常化加速。さあハニさんも当ててね、また2人で。そうですね、確認したいですね、はい。あれ、あーちょっと顔は出てこなかった。はい、おーい、コテピー。さあ何秒、長いよ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 長いっすね。何これ、え、停止中だ。停止中、秒数停止中、秒数減らないんだ。あ、この間減らないパターンっすね。これこれじゃあ上乗せしてないで食べなくていいっすよね。いいですいいです、これは。あ、これはいいっすよ。 赤エフェクト来たよ、これ赤 3D だよ、これいいっすね。え、はい、赤 3D、 はい、うん、食べなくていいパターン。さあ花井さんがねここで見せ場来てますから、はい、ここでもうまあ行っちゃいますか。当たれ当たれ、来い。お、あー、原西さん、あれこれ外すか。これがフリーズじゃなかったっけ、300か500乗るやつ。あ、そうなの、コテッピー。あ、こそうなんすかね、フリーズって。コテッピー今日ハードすぎる、帰ったらゆっくり寝て。ありがとうございます、お優しいです。これ終わったら何、じゃあ秒数いってくるってこと。多分秒数来るんですかね。なんか前回のマシマシ店長に13個が可愛いと思えてきた。いやでもこのシステムはやっぱねちょっと打ちたいなと思ってしまう自分がいますね。そうですね、面白そう、はい。まあ出たことないから分かんないんですけどですがね。コテピー今日飲みに行くんじゃないの。いや今日飲みに行きたかったんですけどね、この調子は行けないですね。割り酔いするね、割り酔い、うん、いや楽しめないですね多分飲みも。
加速加速。コテピコメントが500いくまで頑張って続けて。はい、わかりました。あっちゃん明日日帰りですか？ちょっとまだ未定です。なんかエンディングみたいだもんね。なんかエンディングみたいですね、うん、あ、終わりましたね。あ、でも終わったね。多分このフリー自体が多分そのあれじゃないですか、秒数3分とか。そうそう、どのぐらい止まってたんだろう。いや結構出てましたよ、うん、今何発？7500。この台もう来年春で3年なんだよな。早いよな。そうですね、うん、あちゃん明日関西で抱く場は決まってるんですか？抱かないです、この2人が一番ガロっぽい。あ、あのこのあれじゃないの、この演出の中なってことでしょ。あ、うん、コテピいい演出見せてくれるね。ありがとうございます。いやプライベートでもこれぐらい出したいんですけどね、うん、まあもう8000発近いですからね。そうですね、はい、いやこの前もあのプライベートで花のケージ打ちまして、はい、久しぶりに勝ったんですが、お展開が超苦しい展開なんですよね。あ、そう、なんか初当たり 9K で、うん、各辺突入して、ほうほう、すぐしんがり、はあ、次単発引いて、ええ、終了、おでその後500回転はまって、お各辺引いてしんがり、おでしんがりで当たって、うん、またしんがり、うん、でしんがりで当たって、うん、ようやく4連ぐらいして、あ、っていう、ね、苦しいね。苦しいですよね。35% 引きすぎだねそのね。僕はおとといぐらいにケージ打ったら、キセル2回出て2回とも当たらなかった。当たらなかった。マジかよ。やばいっす、20秒切ったっす。危ない。あ、やっぱ、コウガとカオルですよね。ガロ、てめえはダメだ。あ、ライガか。あと関西で誰に会うんですか。薬の売人とかですか。いや、そういうんじゃないです。それどこの店だよ、わら。あ、コテピーがうち行った店ですよね。あ、さあ、デンジャーになってますよ。ちょっとちょっと危ないよ。万発は行こうよ、万発は。8000発、はい、8000発突破しました。これは危ないかな。結構デンジャーになると危ない記憶しかないですね、なんか。まあデンジャーですからね。まあまあね、まあデンジャーなんだけどさ、さっきなんかデンジャーを危ないと思う間もなく終わったけどね、さっき。まあそれ180発ですからね。結構長いですね、デンジャー、うん、お、デンジャーがいいのは富士だけ。なるほど。ボタン押せ。おーい、よいしょよいしょ。コテピ心なしか話し方が辛そう。明日大阪機構行くの。そうです。お、154秒。はい、ダブルダブル。ちょっと待ってください。はい、ダブルダブル。はい、コテピダブル。ロシアンシュークリームですからね、今日は。はい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 、はい、2個ダブル。2個とも、2個とも、そう、セーフ。ああ、いや、よかったっす。終わらねえ、危ねえ。コテツすげえ。そろそろ追加集団。追加集団。いや、全然まだ10個以上ありますね。はい、まだあります。はい、全然あります。さあ、120秒ありますからね。そうですね。とりあえず2分はちょっとゆっくりできそうです。うん。いや、これでもう1万発が結構見えてきたかなと。はいはい、半死、たまには俺が食べるよと男気見せないで。そうですよ、原西さん、ね、いや何が これから自分でね、やっぱ当たる引いて、やっぱそこは食べないとさ。コテピ内心もう終わると思ってたのに終わらなくてがっかりしてるでしょ。そんなことないですよ。赤服食べたいって言ってたね。あ、食べたい赤服。あ、赤服美味しいですよね。美味しい美味しい、うん。あれ福島でしたっけ。え、あれは三重とか、あっちの、あっちの方、あっちの方だったよね。赤服と似たようなのありますよね、どっかに。でもあんこ餅はどこでもね、あ、あります、ね、
って言ってる間に全然上乗せが全くない状態で残り1 分、 残り1分、コテピーとりあえず2分ゆっくりできますってすごい言葉だな、まだまあでももうシュークリームもね残りが10、19個ということはもう30個ぐらい2人で消費してますから。そうですね、けど全然原西さん食べてない、何言ってんの、食べてるでしょうよだって6個7個ぐらいですよね。いや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 、加速加速、圧力さんの分なくなっちゃうからね。いやいや大丈夫ですよ、本当に僕はねえ、おふくもちっていう赤服に似たようなのはある。はー、今来ました和骨、早速加速に加わった方が良さそうですね。そうですね、そんなことはないです。やばい、15秒切りました、危ない。あと最近お年寄りが車の事故を起こしまくってるから巻き込まれないように気をつけていってきてください。あ、了解です、ありがとうございます。残ったら厚くが全部食べる、加速全部食べないよさあコテピー、からの青でもからのこっからね、いつもね、終わらせるなよ、ボタン連打か。さあ、ボタン連打系きついですよね。30まで、やばそう。あー、超えた、行きました、ワロセ94秒、はいよ。なんか寄せてあるんですけど、いや、整列させたんです、整列、はい。ワサビわさびはい、残りはあったけど、あー、あそこ開く、何あそこ開く後から来る、あっちゃんが形に目をつけます。赤くあっちゃんの親戚ですか。フランスパン家族ラーメン、私は頑張って来場者数増やしますね。和骨です、久しぶりに一発で1万円勝ちました、おめでとうございます。ありがとうございます。何コテピー、最初美味しいと思ったの。美味しいと思いました。食えるくらいのわさびなら気分転換にいいな。いやー、あっちゃん今日食べないと思ったらもうすぐじゃん。そうですね、やばいやばい、わさびかどうかよりも、ちょっとシュークリームがかなり飽きてきました味が味が早く食べてあった桃源ダーン、お、9000発超えましたね、はい。もうすぐや、あ、もうすぐだね。いやウルフいいね、あーやばい、ついに来るか、あれ原西さんが、あ、ドキ、バレる、あ、100回転、はい、100回転いっちゃいました、はい。じゃあ、しょうがない、言ってる間残り5秒、はい、美味しいの、いや、まあ美味しいのだな、これ一番事故、いただきます、はい、はい、あ、からの青、美味しい、美味しい、美味しい、ええ、コテピーこれは終わっちゃうパターンっす、危ない、はい、継続失敗、終了、いやでもデンジャーですよ、デンジャーのまま、はい、あれかラストチャンスがあるのか、まだ話もっと悶絶をくれこの時間6歳の食ラストチャンス終わりました、終了、万発いかず、惜しかったね、でも9100、桃源には船越出る出ないよ、船越は出ない、この生き物はゴーストバスターズに出てくる大きなお化けですかということで、はい、はい、お疲れ様でした。じゃあエンディング行きましょうか。はい。どれ。いやー。よいしょ。わかってかな。はい、ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、ということで今日はと、はい、シアルガの桃源の笛のねリベンジ戦と、はい、いうことでお送りしましたが、はい、まあ、今回はリベンジできたんでしょうが、え、何喋る、喋る、喋る、喋れない、もうダメージがダメージでかい
ということでね、はい、2人とも一応ね確認が入って、はい、出玉獲得しましたけれども、はい、今年はまあ9000発ぐらい出てね、はい、まあ、ちょっといい感じでね、はい、出ました。はい、原西さんは、原西さんは180あれ当てしまいました。原西さん、いいじゃないですか、まあね、はい、ということでね、はい、まあまあでもなかなか置いてない台ですので、はい、気候な中店まで来てですね、そうですね、桃源の上楽しんでもらえたらいいなと思いまして、はい、お願いします。え、90分なの？いや、今日はね、1時間ですけど、はい、ちょっとね、当たるまでっていうルールだったんですね。そうです、はいはい、あっちゃん逃げたらあかんよ、食べますよ、あとシュークリーム食べるよ。ギリ間に合った。あれ、なんでお客さんいないんですか？夜中はないんだよね、寝台入れるからかなと。あ、じゃあ告知お願いします。はい、はい、そうなんです。はい、じゃあ、明日ですね、今日は天気日だっておりますんで、明日、はい、リフレッシュオープンということでね、はい、はい、明日、うちのスロットコーナーをさらに面白くというところで、はい、バジリスク3導入、はい、スロットコーナーはレイアウトを大幅に変更いたします。はい、はい、あとはね、ちょうど今日の夜、この後間もなくなんですけどもね、はい、モバスロ始動というところではあ、はあ、はい、モバスロ、はい、モバスロを、はい、まあ、他のね、アクロスとかでさやってるところもあるんですけど、はい、うちもついにモバスロ始めますので、はい、なるほど、はい、それね、モバスロで検索すればいいんですか？そうなんです、こちらは、はい、LINE とブログで、はい、LINE から登録、飛ばしますので、はい、ぜひぜひうちの LINE に入っていただけると、中店の LINE に、そうですね、はい、登録、LINE アウトにね、はい、そうすれば、もうタップすればすぐモバスロできますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、で、明日は、9時開店の8時半から入場整理を行いますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、お願いします。はい、コテピ一応、はい、胃薬飲んだ方がいいよ。そうですね、ちょっとこの後、はい、水戸に行ってちょっと胃薬を、あれ、はい、ダメージ、今日の疲れのダメージをそっちで癒す、今日の疲れのダメージは水戸の胃薬で癒そうかとなるほどね、お姉ちゃんにね癒してもらおう。そうですね、という感じですね。はい、あっちゃんリスナーを舐めるの全然舐めてないよ。全部全部、お疲れ様です。コテッピー最後にからし、ばっかり、はい、全部食べろ、残りは圧力。コテッピー体調悪そうですね。いや体調悪いというか、うん、胃が重いです、シュークリームだらけで。なるほどね、はい、じゃああと残りの告知もサクサクと、はい、残りの告知もサクサクサクっと、はい、はい、あさって12月8日木曜日、はい、マシマシ店長ブログ更新、はい、週末土曜日、10日ですね、はい、はい、10日、デジャブ取材間近、はい、ございますので、はい、お近くの方はぜひぜひ、両方とも8時半入場整理となりますので、はい、ぜひ8時半から、はい、はい、ご来店お待ちしております。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということで本日の放送はこの辺でね、お別れしたいですが、はい、どうしました？あれ、アツロクさん、なんかアツロクさん、500コメント言ったんだね。はい、マジ、一発、ね、今日は500なんで1個でね。はい、1個で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 すよ。いっぱい余ってますよ。いやいや、1個ですよ、1個ですよ。今週もお疲れ様でした。次回の放送も楽しみ。あ、次回の放送はまた 2週間後ではなくて、はい、火曜日の最終週になるのかな。3週間後ですかね。21、27、はい、27日放送予定となってますんで、はい、ぜひ見ていただければと思います。はい、はい、はい、あら、みんな知らなかったの、コメ数伸びてないね。そうですね、全部が基本やろ。じゃあ食べますからね。はい、僕が1個ね、はい、ちょっと画面大きくしてね。はい、はい、はい、ということで、シュークリーム、食べたいと思います。よし、これいただきます。うわぁ、辛いぅ、さすが、さすが、あれ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 、アツロクさん、アツロクさん、あれめっちゃ辛いこれ。たぶん増量のやつで当たっちゃった。増量中、増量中のやつで。あぁ、さすが、分かってらっしゃる。もうどこ行くかどこ行くかどこ行くんですか、アツロクさん、アツロクさん、どこ行くんですか。圧力さん、花火さん、バーツ代出てもらっていいですか。ちょっと2人ともいなくなっちゃうと、ちょっとは、いやいや、独壇場です。独壇場、はい、原西さんの独壇場です。いっぱいね、告知もしましたし、はい、ね、あらい、あらい、お前が乗せるだよ。あらい、あらい、あらい、あいま、パーフェクトヒューマン、はい、っていう、一人でやってもと、え、何ですか、一人でやらせるのよ。あ、すいませんでした。あー、もうマジダメ。はい、あ、もう終わりでいいですか。終わりで大丈夫。あれ
ね、これダメだよ、これダメだよこれダメで、久々に量多かったマジで引くぐらいマジで、あの、新井さん用に4個ぐらい、いや、原西さん用だから、あ、原西さん用にいや、そうだよ、いや、もう気持ち悪い、もう今はい、はい、ということでね、はい、はい、本日の放送はこの辺でお別れしたいと思います、はい、また、次回の放送でお会いします、はい、よろしくお願いします、はい、バイバーイ、ありがとうございました、入れすぎ、お客様に支えられておかげさまで全国100店舗になりました。地域の皆様に愛されるようこれからもずっと歩み続けてまいります。街の明かり、心の明かり、キコーナー。